皆さんこんにちは、なおなお軍曹です。今日は綺麗な黄色が特徴的なイエローポリスちゃんについて話をしたいと思います。かなり濃い黄色なので水槽でもとっても目立ちます。別名黄金球船という名前があります。黄金とあるようにやはり黄色い体が特徴のベラの仲間なんですね。イエローポリスちゃん、大きくても10センチを超える程度なので45センチ水槽などでも飼育可能です。またね、それほど気が強くないために初心者にもおすすめのお魚となっています。この動画最後まで見ていただくとイエローポリスちゃんマスターになれますので、ぜひ最後まで見てください。それでは行ってみましょう。まず水温ですが、まあ他の魚と同様25度前後が適温です。次に餌ですが、基本的に何でもよく食べます。私はメガバイトレッド、粒状の餌ですね。そしてフレーク状の餌と冷凍餌なんかもあげています。次に砂ですが、パウダー状や小粒のサンゴ砂を敷いてあげてください。というのもね、危険を感じると砂とかにね潜ることがあるんですよ。ですが必ずね砂を敷く必要はなくてですね、ライブロック等をたくさん積んであげることによって隠れ家があると安心してイエローポリスちゃんは暮らすことができます。次に性別についてですが、オスとメスと見分けがつかない魚がね多い中、イエローポリスちゃんは比較的簡単に見分けることができます。オスはですね頭部に緑色の線が入って、メスはですね背びれの中央部に黒いポチがつくんですよ。かなりはっきり出るので見分けは簡単だと思います。次に病気ですが、非常にかかりにくいです。とっても丈夫です。我が家のイエローポリスちゃんもですね、もう飼育して1年以上経ちますが1回も病気になったことはありません。これもね初心者向けと言われるゆえんだと思います。次に混泳ですが、かなりの種類のお魚と混泳することができます。クマノミ系、スズメダイ系、ハナダイ系、ハギとかですね、本当にいろんな魚と混泳することができるんですよ。私はイエローポリスちゃんはですねバランスタイプだと思っています。というのもね、つついたり逆につつかれたり、そのどちらも見たことがないからですね。最後にサンゴとの混泳についてですが、サンゴをね捕食することはないのでサンゴ水槽でも飼育可能です。しかし注意してほしいことが一つあります。先ほどね危険を感じたら砂に潜ることがあると言いました。なのでパウダー系の場合は砂を巻き上げてしまうことがあるんですね。なのでサンゴにかかってしまうことがありますので、直接ね砂の上に置くのは避けた方がいいでしょう。いかがだったでしょうか。イエローポリスちゃん、とっても綺麗な黄色です。あなたの水槽でも絶対映えると思うので、ぜひ飼育してみてください。それでは、なおなお軍曹でした。